はい、よろしくお願いします。すっげえぞ、これやべえぞ。2ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。申し訳ありませんでした。そしてこのブラッキー、ミミロツプ、キリキザン、カメックス、マンムとかいうね、もう、なんだろうね。もう、絶望感漂ってる感じ、伝わりますでしょうか？もう涙出そうです、今。ですか？言ったれですか？なんかようわからんけど、お前やったらいける気がする。多分。マンムー来るか？マンムーの存在が怪しすぎんだよな。どうしよう。マンムー怖い。マンムー落とそうと思っても助けだからな、あいつ。どうしよう。困った時のブルンゲルだね。まあ、キザンにも勝てると思うし。いや、無理だろ。冷静に考えて無理だろ。ブルンゲル、シャンデラとかもいるし、ゴルーグさん。ゴルーグさんというか、タスキが欲しいね。で、あと一人はどうしよっかな。オーロット。これ3匹行きましょう。さあ、今回は遅れてましたが、その分クレイジーなメンバーをご用意してきました。勝つぞ。およそ2ヶ月の、この隙間を埋めるかのごとく、私は舞い戻りました。新たなパートナーと共に。誰？うわ、うわ、ブラッキー、うわ。うわ。しゃー、何をしてきやがる。恐ろしいやつですね。ならば、毒毒を食らうでしょう。しゃあない、オーロットにチェンジ。イカ様飛んできたら、土下座して泣きわめいて降参だぜ。おそらく毒毒でしょう。ブルンゲルに対して殴りかかってくるとは思えない。イカ様だ、殴りかかってきた。やばーい。オフ。死ぬー。 ウェーイ。やってくれるぜ。イカ様に殴りかかってくるパターンか。どうしたもんかね。ブルンゲルだと落ちないから撃ってこないと思ったけど、甘かったですか。じゃあどうしましょうか。爆裂パンチこっちの方が早いでしょ。ブラッキーより。振ってるからね。爆裂パンチまず叩き込んで、で、混乱でドカーンって言って、その間に私ロックカット積んで、ゴルーグ無双的な感じで、いっちゃいたいと思います。そしてゴツゴツ目って体力減るんだろ？知ってるから。はい、スーッとね、スーッとね。はーい、このように。ズドンと言ってくれ。もうダメだ。 どうすんだこれ、もう。終わってんぞこれ。しかもオーバーキルなんだけど、これ。私の復帰戦第1回目、なんともあっさり終わってしまいそうだぞこれ。 何これ、ブルンゲル見せに来ただけみたいな感じになってるぞ。メンバー紹介して終わったぞこれ。あー、どうしましょうかねこれ。一応やけどの効果は入ったはずだから、ネット入れましょう。入れましょう。早いが、さすがに2回目はドーンでしょ。オッケー、運は平等。暗い玉へ。よし。オッケー。熱い。もう地味にめんどくさいもんもらったな。まあ、しゃあない。この後に何が来るかって言ったら、キザンとかだよね。キザンとミミロップか。ここはもうネットぶち込んでいくしかない。月の光とか使われる前に、もう一回！よし！最初からこれをしておけばよかったのではないかって思ったけど、混乱入れてる時点でゴルーが犠牲にしないとだったな。よし！なんとかね、問題なく、ブラッキーを倒しましたね。この次に何が来るかだよね。切り刻みを繰り出したってなった瞬間、あーってなってもう、ね、死を覚悟する感じなんですけど、でもね、あ、でも畑落とすあるからな、あるだろうな。何が来る？だよね。出してきたってことは、畑落とすんだよな、多分。どうする？畑落とす。まあ、耐えるわけないから。ネットを打つ必要ないでしょう。溶けようぜ、溶けようぜ。不意打ちかもしんないし、溶けよう。畑落とす。火力はどんなもん？死ぬよね。拷問だー。辛いぜ。再びなんかいい、なんか環境に帰ってきた感じするね。たまー。ありがとうございました。短。よろしくお願いします。ミミロップがいるぞ。しかも早いね。全部。早いっすね。早いっすね。声が震えてくるよ。早いから。
どうしようかな。何出せばいいんだろうね。初手ランドロスの可能性あるよ、これ。何組んだ？海竜。ヤドランは可能性低い。それ以外は可能性あるな、全部。そんな時はゲンガーですよ。なんか、結構負けてたけど、ゲンガー出しゃ勝てるみたいな感じになってきたんで、ここはゲンガーに頼っていくスタイル。強いポケモンに頼っていくスタイルだぜ。一切の反省はない。そして物理が多いので、ブルンゲル連れてきましょうか。で、残りどうする？オーロットかな？オーロットか？いや、ゴルーグだな、ここは。火力でぶち抜きましょう。耐久は1体で十分。そしてですね、ゴースト統一の動画終了あたりで質問を募集してたと思うんですけど、まあ尺の都合で返せてなかった質問がまあ結構あったわけでして、それの返信する動画を作成を検討中です。ただ2ヶ月も空いてしまったので、なんか今更って感じするんでね。まあそのあたりはまあお試しという感じで、ミミロップ、こうその挑戦受けてたっす。いや、やめよ、やめて、話し合おう、やっぱ話し合おう。どうしよう、ミミロップだろ、どうすればいいんだろうな。ブルンゲルに変えたって今これ、まあこいつ倒さないといけないよね。飛び膝飛んでくるか。一応ガブ抜きだから、ミミロップに先手取られるんですよこれ。どうしよう、社員の2倍と、社員2倍だったら結構威力取れるけど、多分一発で落ちんだろうしな。そもそもあれか、待て、猫騙しとかあるか。そうか、猫騙しあるな。タスキ潰しだな。タスキ潰しで猫騙しあるな。だったらブルンゲルチャンスあるあるある。ゲンガはタスキの可能性非常に高いから、メガ進化で素早さ抜いてドゥーンみたいな。そういえばメガミミロップの S 覚えてねえぞ私、やべえぞ。145ぐらいなかったっけ。でもこれ多分猫騙し来るよ。こんにちは、怖いぜ。動画では初デビュー、猫騙し効かんねえ。効くし、超効くし。ここで次何してくるか。ステミタックル、ステミタックルかな。この火力の3倍飛んでくんだよね。あ、余裕だね。余裕じゃねえよ、溶けよ。とりあえずとろけちゃおう。サンダー来るか、やめてくれよ。サンダーやめてくれよ。これで交代する可能性があるとしたらサンダー。サンダー来るな、これ、多分。やっぱ来るか、サンダー？ギルガルド！玉遊びはなぁ。どっちかまだわかんないところが辛いね。どっちかわかんない状況で殴り合うと多分大変痛い目に見るから、これ。影打ちあるかもしれない。影打ちあるだろうしね。熱湯でとりあえず募集としちゃおうか。やけどになってくれて物理からだったら言うことないんだけど。やけどになって？やったぜ！物理かな？どっちかな？でも、ミミロップが物理だったことを考えるとこいつ特殊だと思うんだよね。ですよね。しかし、一発なら耐える。私のブルンゲル。そして、呪われ。初。おのれ、どうしてくれようか、この状況。影打ちか？影打ちで落ちない可能性あるよね。溶けてるしね。かなりとろけちゃってる感じするから。どうしよう。ネットをもう一回ぶっ放すのもありのような気がする。一番ないのは交代だな。シャドーボール普通にパナされるのが一番困るから。ネットをもう一回パナしてみましょう。影打ち、耐えるんじゃないの？おえ、勝手来たぜ、ギルガルド突破だぜ。この硬さを見よう。で、次シャドーボールかな、さすがに。ブルンゲル生き残ったのはでかい気がするな。強気に自己再生してよかったかもしれませんね。いやでもちょっとリスクか。私の方やからちょっと確認できたけど、まさかここまで硬いとはね。よし、猫騙し一発なら耐えられるよ。ということは猫騙し撃ってこないんじゃないかな。あーでも撃ってくるか。呪われ発動
させてから普通に殴ってくるのが一番良さそうだしね。でも溶けてるから私マジ。とろけちゃってるし、再生しちゃおうぜ。恩返し、恩返し大変じゃねえかこれもしかして。硬いよ私。超硬いんですけど。さすが新素材。並大抵の衝撃には屈しないぜ。一家に一台、いかがですか？これは制圧完了の予感。熱湯で制圧していきますよ。飛び膝。さあ確かに火力はありますが、それでも新素材。どんな衝撃をも吸収する。溶けるブルンゲルの恐ろしさ、思い知っていただきたい。で、ここで耳ロップを出したってことはサンダーいませんね。ブルンゲル大事にしていきましょう。再生。引っ込めた。ランドロス。吠える気か、これ。一発耐えて吠えてリセットする気の可能性が高いですね。じゃないと変える理由はなさそうか。純粋に何か他あったっけ、ランドロス。ランドロス詳しくないんですよね。なんか、地震とか岩なだれ食らって即死してるだけなんで、私。だから、他の技を知らない。だから、吠えるは十分入ってそうな気もする。だから、ここは、吠えられることを前提にした方がいいか。かでも、毒々打つ必要はないしね。ネットでいいや。やべえもん持ってる。いえ、うわめっちゃ食らう。えうえしかし、九州に当たってもこれですよ。さあ、動きは止めさせてもらったよ。つか、九州に当たって耐えるところがすごいな。そして、この、なんとも言えない火力からの、で、これで、道具はなくなった。そして、溶けるの防御力が復活した。叩き落とすは撃てない。となると、地震ではこのブルンゲル落とせませんよ、おそらく。なんたって新素材。あ、やられるときはやられる。はい、しゃあないです。やられるときは、やられます。はい。しかし、ここまで十分やってくれました。ブルンゲル。これはブルンゲル使用者が、当社比で、0.3% ほど増える見込み。さあ、この徹底してね、自らの苦手なポケモンを対策し尽くしたゲンガーで、このランドロスを勝利してしまいましょう。仮に、交代したとして、凍える風がミミロップにクリティカルヒット。それによって、素早さ逆転して、さらに勝利が濃厚になる。おそらくいけるでしょう。この風を外さない限りは。さすがに外さないよ。熱湯であんまり火傷引いてないからね。さあ、フローラだな。いい匂いを嗅いで、ランドロス昇天、あれ？セーフ。すげえ、セーフって感じで出てる。危ないわ。危ないわ。意外と火力なかった。過信できなかった。意外と4倍なのに入らないもんだね。直帰か？硬すぎない？仮にもメガゲンのメザパ4倍ですよ。もうちょっと減ると思ったけどね。まあいいや。確実に。仕留められるのかこれ。無理じゃね？大丈夫か？シャイニング！シャイニング！猫騙しはやめて。やっぱブルンゲルが硬かっただけで火力やばいな。で、ミミロップが多分先手取るんだよね、これ。あ、よかった。取った。イエイ！シャイニング！フラッシュ！おい、耐えられる。やっぱ火力足んないかな。まあ。しかし、最後に控えてるポケモンは、やつです。遅刻してやってきた、ゴーストの女子高生ゴルーグ。仕留めてやるよ。この鉄拳でね。飛び膝！いいっすよ。ナオガード殴り合いでいこう。女子力対決再び。おりゃーふんしゃブルンゲルのおかげですね。ありがたい。ありがとうございました。結構長かったね。ゲンガーさんの火力をちょっと見直したいと思います。よろしくお願いします。すっげー珍しいパーティー。どうすんだこれ。わかんねえぞ。ムーマ来ないと思う。ドータくん来ないと思う。サザンか。
クシー来るかもしんない。ミルタンクもあるな。ミルタンクの電磁波がとにかく怖いね。ゲンガー5力セットで出そうか。で、ゲンガー見て、ミルタンク間違いなく電磁波打つと思うんで、そこに5力出してやれば、重ねられる。で、この2匹だと何がきついかっていうと、まあ、亀だな。カメックスがきつい。カメックスさんに対してはこの私の究極兵器、オーロットちゃん。行きましょう。よろしくお願いします。さあ、BGM は、これマグマ団とアクア団ですね。私は、ポケモンの次の動画、ドンメルの国際孵化に成功したら投稿すると言ってましたが、未だに終わりません。メスなら4匹ほど出たんですからね。さあ、サザンドラ対策のゲンガー、お見せいたそう。ああ、やめて、満足される。やばいですね。インフェルニティ民の、なんかオーラを感じるね。まあ、そういう、ね、恐ろしい、かつて恐ろしかった遊戯王カードがありましてね。さあ、その悪夢を振り払うぜ。シャイニングマジカル。さあ、控えめであれば、そのまま即死していただく。タスキであったとして待て。メガネはやめろよ。大丈夫。メガネ、あ、ちょっと違う。メガネだったら、耐えずに死ぬ。タスキだったら、耐えて倒す。そして、スカーフだった場合でも、耐えて倒す。それが私のゲンガーの、このあれですね、コンセプト。絶対にサザンドラ倒すまん。さあ、お帰りいただこう。今は確か制限カードだっけ？禁止の闇に飲まれるがよいわ。あ、亀だ。亀か、どうしよっかね。まあ、波動だよね。どう考えても波動安定だから、交代の線はない。今回は、どうしよっかね。まあ、ヘドバクかな、火力的にも。メガ進化。しかし、カメックスに一発ね、あーでもメガ、アクアジェットないよな。いやでも亀のアクアジェットなら耐えてくれると思うし。ヘドバクでちょっと一発ドカーンといてね。いい削り、十分、ハドゥー。オフ。最後の一体が何か分かんないところがちょっと辛いが。しかしここは最終兵器を出す瞬間。オーロット突撃じゃー。さあお待たせしました。オーロットの出番。しかし今回のオーロットいつもと様子が違います。こんな感じになっております。殴りかかれー陽気最速スカーフオーロットオルドリア素晴らしいビポートターンフットワークを得て、さらに軽やかになったこのオーロットを止めることは、まあリザードン以外は大体大丈夫です。何が来る？誰だ？ピクシー。あ、やばいの来たぞこれ。あ、でも小さくなるは大丈夫だな。あ、むしろこれ、バレてないうちにゴルグに戻す。小さくなる可能性高い。戻して。何する？コスモを感じる。コスモからのアシストパワー。おそらくこれしばらく積むんじゃないでしょうか。すぐにオロットに戻します。おそらく殴りかかるにはまだ火力が足りないと思う。何？殴ってきた。このタイミングで？痛ぇし、超痛いんですけど、マジでこれ。なんだこれ。コスモパワーはアシストのフェイクだったか？やられたか？いや、しかし、これだ！トリック！チェンジ！コスモパワーを積んだらゲームセットだ。スカーフプレゼンツ！ごつめちょうだい！コスモゲームセット！ほほほほほ！あれ？そうだっけ？高校だから大丈夫じゃなかったっけ？技選べたっけ？まあいいや。わかんないからまあいいや。やったのはいいんだけど、わかんねえってどういうことだ、これ。ま、いいや、厄介なもん剥ぎ取ったし。コスモを感じているゲームセットでござるやったね。やっぱ高校だからよかったよね。あかん。こんな大事なことで自信をなくしてしまってはいけない。ピボットダーンおーいえーいいい火力素晴らしいですね。コスモパワーを3回積んだピクシーに対してこの火力ですよ。さあ、コスモを感じ続ける。しかしもうこれ負けはないですからね。いけますね。さあ、降参をね、しない相手の、その、なんて言うんでしょう。姿勢に、そう、お辞儀をしつつ、最後の一匹、ゴルグで試合を決着させましょう。
さあ、無慈悲の化身ゴルーグ、やっちゃっておしまい。爆裂パンチで、早期に試合終わらせてみせよう。耐久チェックしてるな。私もピクシー相手の耐久ちゃんと見ときましょう。5回コスモパワーを使ったピクシーに対してどれぐらい入るのか。全然入んねえな、ほんまに。なるほどね。そこら辺を超えた瞬間に学びつつ、エッジの急所で無慈悲に貫いて試合終了といたしましょう。ありがとうございました。よし。